コンバージョンゴール成功です。 磯貝美笠選手のトライです。 Yeah.
選手のトライです。背番号6ベロニカ・スキャノン、コンバージョンゴール成功。前半終了です。マッチナンバー23カップトーナメントクォーターファイナル、大手門学院ヴィーナス対横浜 TK、 12対7大手門学院ヴィーナスリードです。
スで選手の入れ替えです。藤野早紀選手に代わって11番高木真奈美選手が入りました。横浜 TKM 選手の入れ替えです。1番三村葵選手に代わって12番バイレット・ハピワイズ選手が入りました。背番号7磯貝美和選手のトライです。17対7で大手門学院ビーナスのリードです。背番号6藤崎春菜選手のトライです。7で大手門学院ビーナスのリードです。大手門学院ビーナス選手の入れ替えです。8番古市彩選手に代わって10番藤樹花選手が入りました。
トラオートマン学院ビーナス背番号12南由里選手のトライです。7で大手門学院ビーナスのリードです。横浜 TKM 選手の入れ替えです。4番服部さやか選手に代わって3番魔界屋力手かなわ選手が入りました。大手門学院ビーナス選手の入れ替えです。6番藤崎春菜選手に代わって12番南由里選手が入りました。クォーターファイナル大手門学院ビーナス対横浜 TKM ご覧のように27対14大手門学院ビーナスの勝利です。